おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2830です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回ですね、2022年の投資企画でやっております、デアゴスティーニのランボルギーニカウンタック LP500S ですね。こちらの方のね、組み立てをやっていっておりますと。で、こちらの今回は7月編1回目となっております。はい。で、今回ですね、前回まではパック3をやったということで、今回はですね、新しいやつを手をつけるという感じなので、早速見ていきましょう。それがこちら。じゃんと。こちらですよと。まあ、とりあえずこの形で届くんですけどね。こちらですよと。で、こちら。ランボルギーニカウンタック LP500S パック4となっております。ちなみに、手元にはね、パック6まで届いておりますんで、半分届いた感じですね。ただ、これぐらいのパックのやつがね、残り2つという感じになってるんで、最終的に、どれぐらいのサイズ感になるのかね、全くわからん状態ですけどね。まあ、一応こちらね、今回、パック4やっていきたいと思います。で、とりあえず、今回と次回でこいつをね、やっていくような感じでね、進めていきたいと思います。で、とりあえず、ね、中身確認するために開けておりますが、ここのところをパカッと開けると、パーツがね、とりあえずこのような感じで入ってきておりますよと。で、とりあえず今回もですね、多分6から7入ってると思いますのでね、今回紹介したやつをさっとね、ちょっと出してしまいたいと思います。はい、パーツの方出しました。一応今回紹介するやつが21、22、23、24というふうに用意しました。これに関しましてはね、前回紹介したやつに組み付けるパーツですけど、こちらゴムタイヤ。こちらホイールとゴム部分ですね。中入ってますね。一応こんな感じのパーツですが、まあこれね、いつものタイヤ周りから。で、こちらね、シートの一部かね、なんかのパーツですね。トランクルームかな。一応こんな感じのパーツも入っておりますので、まあこれ単体で完結するのはこの辺ぐらいかなと思いますけどね。一応こちらのね、パーツを用意しましたということで、早速説明書を見ていきましょう。正直、この説明書嫌いです。できることならね、PDF かなんかでね、見れるようにしていただきたいですけどね。説明書がこちらです。この冊子を見なきゃいけないのがいつも大変なんですよね。で、とりあえず今回は先ほど言った通り21号なので、この辺ですね。ちょうどいいページをめくれましたね。とりあえずこちらの20号の説明の続きとなりますので、次のページですね。はい。こちら。左右のサイドシルとリアウィンドウパネルをキャビンフロアに取り付けるとなってますね。一応こちらのね、今回の付属のパーツですね。1、2。こちらのね、サイドシルというのをこちらのベースに組み付けましょうと。で、これが組み付け完了しましたら、ここですね。まあ、ねじ込みがね、こうなっておりますけど、こうつけていきまして、で、さらにここですね、続きますよと。まあ、ここはこう来て、ここですね。リアウィンドウパネルっていうのを用意して上に組み付けると。なので、今回の左右のね、サイドシルってやつ、これがないとつけることができなかったみたいですね。まあ、ここのところでつけますよと。で、これができましたら、まあ、ねじ込んであげば終わりっていう感じかな。これでですね、とりあえず、内部パーツっていうかね、なんとなく形が見えるかなと。で、この流れでちょっとね、ささっと見ていきたいと思いますが、次22号ですね。22号の方がフロントタイヤですね。一応ゴムがありますんでね、これいつもの方式で組み付けてあげましょう。ホイールに関しましてはね、こちらね、ありませんので、17号で提供済みなんでね、これを用意してあげましょうと。まあ、ぐいぐいと着せるだけと。はい、メモです。で、次に同じくね、タイヤに行く前に先に23号ですね。フロントコンパートメントってやつを作るよと。で、こちらですね。今回の内部パーツかな。この辺をね、バババッと組み付けていくような感じでおしまいなのかな。で、真ん中、ここのね、予備のタイヤとかね、スペアタイヤを入れるスペースなのかな。一応こんな感じのものを用意しましょうと。はい。一応これで完成日ですね。で、次のページがもういきなり24号なので、はい、タイヤですね。これを同じような感じでガガガッと作っていきますが、こちらの24号のタイヤなのかな。これがスペアタイヤになるので、これを先ほどね、23号で作ったやつの内部に組み付けて、パーツをね、パコッとつけてね、固定するみたいなね、そんな感じで用意してあげるみたいですね。一応こんな感じです。で、次の号に行くとまたね、新しいやつになると思いますんでね。ここですね、フロントコンパートメント組み立ての続きになりますね。とりあえずタイヤはね、乗せるだけ乗せておきましょうみたいな流れとなっておりますので、早速ですね、21号からやっていきたいと思いますよと。21号をやる際に必要になってくるのが、こちらですね。キャビンフロアっていうね、こちらの運転席周りのこちらのパーツが必要になり、さらに後ろにつけるこちらもね、必要になりますんで、まあ、あらかじめ出しておきましょうよと。で、こちらですね、袋からね、バリッとパーツ出しました。これが21号の方のパーツですね。
で、これが用意できましたら、まあ袋から出しますが、サイドですね。まあこれサイド汁の一応左右になってますけど、内側かどっかにありますね。ここのところに L の刻印がありますんで、これが左ですね。で、こちらが右ですよと。でも同じような感じで袋から出しておきますが、組み付け位置はまあ左右で決まっておりますんでね。そこに対して入れましょう。で、組み付け向きとしましては、こちら多分これが右だと思いますね。で、位置関係はこの辺にベトッとはめるだけなんで問題ないと思いますが、ここの内側のね、このファサファサですね。ここの部分傷つけないようにね、十分注意しながら、ここのところにズボッとね、差し込んで、うまくはめ込んでいきましょうと。で、これはまりましたら、ここにね、うまく入れてあげて、裏側からネジで固定すると。で、固定するポイントが、ここと、ここと、ここにね、3箇所ね、四角い穴があって、ここに丸穴ですね。丸穴がこちらのピンっていうかね、これが刺さりますので、そこの位置合わせで入れましょう。まあ、後ろをね、先にここ入れた方が楽かな。で、あと前面とかを頑張って入れていきますが、まあ、この辺ですね、差し込むときにいろいろ注意しなきゃいけないよと。ガンとぶつけてね、ガリッとえぐれたりとかするとね、非常に厄介なことになりますんでね。一応こんな感じで頑張ってグイグイと入れてあげましょう。一応これでね、ここ入りましたので、あとは裏側ですね。ここの部分、隙間が多少できるのはしょうがないですね。まあこれじゃはまりませんからね。まあ一応こんな感じ入れてあげまして、あとここをネジで固定すると。で、その時に使うネジっていうのが今回のこちらについてきません。使うのは20号の方で提供された、多分こいつでいいと思いますけど、2.3×6mm のね、銀色のタッピングビス。これを用意しますよと。で、一応測ったんでね、合ってると思いますけどね。一応こちらをね、用意してあげまして、これを裏側から打ちますよと。これね、前回までね、やっておりました、週刊ナイトライダーですね。あちらをね、やってるとね、非常にやりづらいですね。というのも、こいつですね、説明書の方には寸法しか書いてないですね。これ毎回言ってると思いますけど、寸法しか書いてなくて、で、一応こちらの袋の方には、A とかね、B とかね、書いてあるんですね。ただ、これはね、書いてあるんですけど、説明書の方には寸法でしか載ってないので、非常に分かりづらいですね。これがね、いつも厄介で。で、ナイトライダーの方とかだと、もう、GM とかね、そういうような名称で歌ってるんでね、非常に分かりやすいですね。なのでね、今後、こちらもね、変えてほしいんですけどね。もう、過去のものなんでしょうがないですけどね。まあ一応こんな感じでね、こちらのパーツ入れましたと。で、これが入りましたら反対ですね。こちらも同様に、こいつをね、ググッと差し込んであげましょうと。で、これ差し込むときに、ここですね。見ていただくとね、ここのところにこちらのね、レバーですね。この黒いやつはまっておりますんで、これがですね、まあ先に入れなきゃいけないもんなんでね、入れてると思いますが、これ入れたときにね、引っ掛けてね、外れたいとかね、バキッとやらないように十分注意しながら、これ、ね、引っ掛けてしっかりと入れてあげましょう。はい。こんな感じ。で、これが入りましたら同じ感じで裏側からネジで固定するよと。固定位置は同じですね。3箇所、いや、2箇所ですね。なので、同様にね、つけていきましょう。そろそろ専用のネジを買おうかな。っていうか、ドライバーですね。を買ってもいいかなと思っております。まあ、一応こんな感じでね、グイグイっと、今差し込んでいっておりますよと。はい。一応こんな感じですね。ここに入れましたと。で、あともう1本出します。一応ね、2本ずつつけていくような感じですね。はい。で、あとこれが入りましたら、後ろですね。そちらのパーツもつけていくような流れになっておりますんで、まあそこもつけていこうかなと思います。これがね、グイッと入ってくれれば、これで、こちらですね。まずはこちらのサイドシール2つつきましたと。で、これが入りましたら上ですね。ここの部分です。これに対して、こちらのパーツがね、ここにはまるわけですね。で、ググッと入れていきまして、最後まで入れ切るのかな。ただこれなんかね、高さがね、微妙に合ってないのと、隙間に入らなきゃいけないんでね、この辺、うまく調整しながらね、スポッと差し込んであげまして、これも同様ですね。このところにネジ打ちすると。その時に使うのは、今用意してたね、こちらですね。銀色のタッピングビスではなく、黒いタッピングビスを用意すると。これがね、わかりづらいんです。とりあえず、黒のタッピングビス、これがですね、2.6×6mm ってやつですね。こちらのタッピングビスを用意すると。これはね、もう、パーツケースっていうかね、ネジケースを作って、長さ表記した方がいいですね。これはね、非常に厄介です。まあ、とりあえずこちらですね。ここのところにズボッと差し込んで、まあ、ねじ込んでいくよと。
で、これが固定できれば、とりあえず、まず21号の方が終わりという感じね。で、これ、相手方はね、プラスチックなので、入れ方ミスるとバキッといきますんでね、十分注意しましょう。これがね、入ってくれれば、まあ、なんとなくね、雰囲気がつかめてくるのかなという感じね。これが入りましたと。はい。で、ここのパーツですね。今ちょっと向きがおかしいですけどね。この辺はまあ、後で微調整できますけど。はい。一応こんな感じでですね、こちらの21号完成となります。なんとなく、運転席というかね、これが見えてきましたね。はい。一応こんな感じでできましたので、次の号行きましょう。次の号はフロントタイヤですね。22号フロントタイヤですけど、フロントタイヤ自体は、こちらのゴム部分ですね。22号のゴム部分だけ使いますよ。で、とりあえずね、こちらね、袋からね、バリッと出したこちらを使いますよと。で、これ自体はまあ全て共通なんですけどね、こちらね、袋から出してあげまして、で、こちらに関しましては中に入ってるスポンジを一回外してね、表面ゴシゴシしてね、一応こうムニュムニュしながらこんな感じでね、処理してあげてスポンジを戻します。で、これがね、戻し終わってこの形になりましたら、17号の方で提供されていたこちらですね、ホイール、これを用意しますよと。で、こちらのホイールに対して組み付けると。で、タイヤの表裏ですね、こうですかこうですかっていう区別はないみたいなんで、あとはね、いつもの通りここに頑張ってグイグイって入れると。まあ、これはですね、以前も言ったことではありますけど、こちらのね、ゴムね、柔らかいんですよね。これに関しましては、ナイト2000ですね。まあ、ナイトライダー、週刊ナイトライダーですね。あちらのタイヤを作るときにはめちゃめちゃ苦労しましたけどね。一応こんな感じでね、簡単に入れることができますよと。はい。こういう風に履かせることができるのが非常に楽なんですね。前のやつは挟み込む感じでめちゃめちゃ苦労しましたけどね。はい。一応こんな感じでできましたと。これで17号のホイールと22号の、こちらですね、ゴム部分がくっついてタイヤができたと。これでタイヤが全部で揃いましたね。4本揃いましたと。で、実際組み付けるのはこちらと。で、後で紹介します23号。あちらに組み付けるのはこちらではありませんので、これはまたね、別途保管しますよと。そして使用する23号がこちらですね。フロントコンパートメントってやつですね。で、こちらもいつもの通り袋からバリッと出してあげたのがこちらと。で、これが準備できましたら、まあこの袋からね、パーツを出すんですが、こちらのですね、まずは正面から見て、まあこんな感じでワイヤーありますけど、ここですね。ちょうど指でね、隠してる部分がありますけどね。ここの穴ですね。ここの形状を確認してあげて、ここの部分かなに対して、ボンネットロックっていうのをつけますよと。パーツに関しましては、袋の中に入っている金色ですね。こちらの、これですね、ボンネットがついてガッチャンってロックするね、こちらの金具ですね。こちらのパーツを用意しまして、今言ったポジションですね。多分こちら。これに対して刺しますよと。で、組み付け位置はこれでいいはず。裏側からね、つけるんではなく、こっち側ですね。ここにズボッと刺せば良いと。はい。一応ね、これで入ったはずですね。ここのところに本来はボンネットが入ってきて、ガッチャンってかかる部分ですね。まあ、そこの部分は再現されておりませんけどね。一応こんな感じのパーツをここに設けてあげましょう。折らないようにね、十分注意しながらグッとね、押し込んで、ここに組み付けると。で、これが準備できましたら、AC ドライヤーフィルターっていうのを用意して組み付けますよと。それが、これかな?これかな?みたいな感じですね。多分この辺でいいでしょう。ただこれはね、ベルトストッパーみたいなので、これは使わないですね。どちらかというと、こっちの筒状のやつかな。多分こいつかな。これをですね、ここの軸の形状を把握しながら、まあ、つける位置が決まってはおりますけど、非常にわかりづらいですけどね。一応こうなって、ここかな。ここの段差のところに対して、こちらのパーツが形状合わせで入ると思います。ただこれね、奥まった位置につけるんでちょっと大変なんですけどね。多分これここでいいと思います。多分こうですね。で、これですね。今現在刺した感じかなり厳しいんですけどね。一応グイグイっと折らないように十分注意しながら奥まで差し込んであげると。はい。これで入りました。で、これが入りましたけど、こちらのパーツはね、保管パーツなんで、袋に入れて保管しておきましょう。はい。一応これで23号まで完了ですと。では、今回最後となりますね。24号いきたいと思います。24号はこういう風になっておりますが、先ほどですね、ちょっと作りましたね。最後のタイヤと同じような感じで、まあ、袋から出しまして、このような感じで用意しましたと。
で、これを見ていただくとわかると思いますが、先ほどまで使ってたタイヤと違ってね、こちら中央部分がね、こういう風にくぼんでるんですね。で、これ自体は多分ね、つけることは可能だと思いますけど、一応こちらがね、スペアタイヤになりますんで、これをこいつに組み付けると。で、こいつ自体の表裏の区別はありませんので、先ほどとね、同様にね、こちらの中に入れると。で、これ入れるときに先ほどと違ってね、真ん中の部分が結構ね、くぼんでおりますんでね、このスポンジ巻き込んでね、くちゃくちゃにならないように、十分注意しながらね、この部分に頑張って入れてあげましょうよと。で、これがね、入りましたら、あとは先ほどね、作っておりました、こいつ。これの上に乗っけますよと。一応今回はそこまでという感じになっておりますので、とりあえずそこまで行きたいと思います。まあ相変わらずね、ナイト2000に比べると、組みやすいっちゃ組みやすいんですけどね。まあ結構大変かな。はい。まあ一応こんな感じでつけました。これでね、とりあえずスペアタイヤができましたので、こいつとこいつをね、組み合わせると。まあ組み合わせると言ってもね、これをね、この上に乗っけますよ。で、逆だ。こいつの裏ですね。こう乗せるんではなく、こちらのホイールの前面というかね、これがこういう向きになるように用意してあげまして、こちらの黒いカバーというかね、こちらのカバーパーツみたいなのをここに入れますよと。で、これ入れるときに、ここに突起があってね、こっち側にくぼみがありますんでね、それを合うように入れてあげて、このような感じでセッティングすると。で、これがセッティングできましたら、あとはここにね、バシッと乗っけてあげて、まあ、ネジ止めはしませんけどね、一応こんな感じでつけてあげれば、これがですね、24号という形になります。付属のネジは一応保管品ですね。一応こんな感じになっております。前回までね、組んでましたね。こちらのちょっと大型パーツに一部つけて、でさらにこちらのパーツもね、ついたということで、こちらね、運転席周りというかね、これがちょっと進んだかなと。で、あとは前面部分にね、該当するこちらですね、タイヤハウスというかね、こういう部分に関しましてもちゃんとね、進んでいってるっていうことで、だんだん形が見えてくるかなと思いますけどね。果たして完成はどれぐらいのサイズ感になるのかっていうね、そんな感じになってきておりますけど、徐々に仕上がるのはね、やっぱり面白いですね。はい。ということで今回ですね、デアゴスティーニのランボルギーニカウンタック LP500S、 こちらのですね、パック4の中から21、22、23、24号やっていきました。はい。ということで次回ですね、次回はですね、7月編2回目となりますね。こちらの続きやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。